さあ、おっとこれは大阪桐蔭の先輩後輩ですから何かあったのかもしれませんね。1球目スローボールを投げたんですがコントロールできませんでした。でもね、タイガースの西岡選手なんかもね、大阪桐蔭の先輩としていますから、はい、何か約束事があったのかもしれませんが、もう1球いきますが、あっと、中田がいきます、あっと、谷繁が止めます。